皆さんこんにちは本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう閉鎖された中国武漢市の河南海鮮卸売市場写真時事通信中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の患者が日本で確認された 中国と日本以外にも韓国で感染者が確認されている。感染源とみられる武漢市の河南海鮮卸売市場は1月1日に閉鎖。同市では198人からウイルスが。中国人3人が死亡した20日時点。市場で扱われる鳥獣が感染源とされる点は2002年に中国でコウモリを起源に発生。 700人以上が死亡した SARS と関連記事中国がビビった新型ヘリクイボ作ったら100億円の赤字にこれまでの情報から解析したところ新型ウイルスは SARS などに比べて病原性や感染力は弱いと考えられます重症化急速に拡散する可能性は低く過剰に恐れる必要はありませんそう海外感染症に詳しい グローバルヘルスケアクリニックの水野安田会長。死亡者は持病が原因で肺炎が悪化した可能性が高い。人から人感染も限定的にあるとみられ、注意は必要です。1月25日には中国の春節があり、70万人以上が来日するという、例年なら嬉しい悲鳴が聞こえるはずのデパートからは、こんな声が、うちの職場はマスク NG、 感染予防ができず心配です。都内デパート、化粧品売り場勤務の女性対策には、手指衛生、咳エチケットなどの基本的な感染対策が重要。水の陰、人から人感染は、家族間など、濃厚接触に限定だというが、ご注意を。週刊フラッシュ2020年2月4日号。